チャイナドレスのフェンミンとかええな。殺人鬼や無期の生存者を攻撃する、その最初の不祥状態になります。もう一度攻撃に成功する。読めなかった。生存者をエンティティの処刑用フックに吊るすことが殺人鬼の最重要目標です。そのため、最も多くのブラッドポイントが与える行動の一つとなっています。走っている生存者はマイナス次だけ見える赤い傷マークを残します。これを使って生存者の動きを追いましょう。生存者を見失った時は耳を澄まし、足音が聞こえるかもしれません。もし相手が負傷しているので、痛々しげなうめき声を聞いて追跡することができるでしょう。レジットショップオードヘイブンレッカーズ。トラバサミ。使い方が分かんない。罠の設置の仕方がよくわかんないよね。ああ、発電機の音するね。通せー。やべえ、どこでか。もう動いてるじゃん。トラバサミ。また間違えた。L2 だ。ここは近い。遠いな。そっちが近いか。逃げられるかも。
フェミ足速いんだっけ？ちょっとチャイナドレスなんでちょっと追いかけましょう。いやーもうこいつ嫌だほんと、やばい逃げられた。やっぱ早いやん。くっそフェミ。くっそー、絶対追いかける。フェミ追いかけるチャイナドレスなんで絶対フェミ追いかけるな。くっそー早いなこいつ。許さんよ。もう怒ったよ、もう怒ったよ。あれどこ行った？くっそー逃げられた。チャイナドレスだっけよ、チャイナドレスおった。おい、チャイナドレス、この野郎。この野郎、チャイナドレス、おい。あれ？どこ行った？くそ。なんて足の速い。くっそー、かかれ罠にかかれこの畜生。あれどこ行った？どこ行った？逃げられた。くっそー。あれほんと見えない。くっそー、チャイナドレスじゃないけどフェミュー。くっそー。どういうことこれ、ほんとに。チャイナドレスだっけ。